はい、皆さんこんにちは。今回はですね、シミュレーションを使ったモデリングのテクニックについて紹介していこうと思います。何点かあるんですけど、基本のシミュレーションを落とすとか、吊るすとか、カーテンっぽいので畳むとかをちょっと何個か紹介していこうと思います。はい、じゃあまず基本の落とすっていうのをやっていこうと思います。はい、まず落とすっていうのは上から落とすっていうだけですね。よくやるのが、こういうテーブル作ってその上に布をかぶせるとかは基本的によくやることだと思います。でこれがテーブルだと思って、で次布をちょっと作りましょう。とっと大きくして、よいしょ。で分割数を増やして、まあこれは好きな数でいいです。落とした時にでも頂点が多くないと、きれいにドレープというかできないので、ちょっと多めにしましょうかね。まあマックスの50で、でこの2つともヒストリーとか、まあ、フリーズして、一応ピボットも原点にしておきます。結構シミュレーションってメッシュがきれいじゃないとこの辺の情報ちょっと怪しいというか、スケールとか特に怪しくて、コリジョンとかするときに怪しいので、全部きれいにヒストリー切ってフリーズしてっていう状態にしましょう。でこっちのテーブル側が一応もうシリンダーで足っぽいの作っておきましょうか、それっぽく。よいしょ、こうやってよいしょ。ちょっと余計なことですね、これ。余計なことだけど、まあ分かりやすくっていうところで、よいしょ。でこれがテーブルですね。でこの鉄板をに対して当たるようにしていきます。一応よいしょ、まあ手くしやすくて分かりやすくしてやります。で FX メニューの N クロスからこの辺のを使っていきます。でまず布に対してクリエイト N クロスを実行します。これで OK で、ちょっと再生してみますね。ちょっとこっちはまだな、まあいいか。で単純に下に落ちるようになりました。で今落ちるだけなので、これに対してのコリジョンを設定していきます。コリジョンというのは受け手ですね、ぶつかる先なので、この天板に対してクリエイトパッシブコライダーっていうのを使います。これポチで、あとはまた再生して、これで完成ってとこですね。まあこの分割が多ければ多いほどこの計算に時間がかかるので、あとこの今黄色くなってるんですけど、これマヤ2020、まあ、マヤ2019から忘れましたけど、キャッシュ、なんだっけ、キャッシュドプレイバックっていうの機能が入ってます。これちょっと場合によって怪しい時があるので、キャッシュは使わないようにチェック外します。このキャッシュドプレイバックですね。で、一応これ。で、これで OK です。これが基本のシミュレーションに N クロスにして落とすっていう基本のやり方になります。であとN クロスってパラメータがあるので、選択して、このクロスのメッシュ選択して、どれかな、 N クロスシェイプ側ですね、これに、まあ、いろんなパラメータ設定ができるようになっています。この辺ちょっといちいち、まあ、全部紹介すると大変なので、このプリセットを使うと良いです。いろいろ入ってるんですけど、ビーチボールとかシフォンとか、まあ、これをスタートにいろいろ設定していくのがいいかなと思ってます。例えばシルクとかやると超すごいやわやわなシミュレーションになるかなと思います。かつ重いですね、結構。このパラメーターによってかなり重さが変わってくるので、結構重いですけど、うちの PC だと思うんですけど、こんな感じで、ちょっとベイクしないと
この資本らしさっていうのが分かんないと思いますけど、今回モデリングとして使うだけなので、まあこれでよかったらもうデュプリケートして取っとく。もう一回、そうだな、ソフトラバー、ソリッドラバーかにリプレースして、また実行してみる。おお、これも重いですね。よいしょ。あ、どっか行っちゃった。とかなんかね、怪しい結果になったりするんで。なんか怪しいですね。怖い。まあちょっと怪しいので違うのにしてみましょうか。T シャツ。T シャツは早い。こんな感じ。まああんま違い分かんないですけどね。まあこれでお好みのが出たら一体完了っていう流れにしていくってとこですね。で、かつこの、X じゃない、これ今 Z 軸ですよ、Z アップですけど、Z から下のここが垂れるのが嫌なんで、さらに、これ以上追加します。ね、この板ポリがあればいいので、それを追加しましょうか。よいしょ。確かニュークリアスのオプションとかでも、このユーズプレーンとかあれば使えば、おそらくなるですけど、こっちやんない方がいいかな。ちょっと見てみましょうか。うわ、なんかどっか行っちゃった。なんかね、恐ろしいんですよね、これ。プレイバック。スピードリアルタイムなってるけど、なんか、とても危険な感じですね。ユーズプレーン。でもこれユーズプレーンが、ノーマルが違うからですね、多分。0で1。これで OK かな。で、おそらく床にもコリジョンができてる。できてない。できてるとことできてない。サイズかな。あ、でもできてますね。この人たちが、この他のが邪魔で、そう見えるだけでしたね。で、ここ、Z 軸も、コリジョンが取れてるって流れになります。で、ちょっと戻って、この N クロスを、クリエイト N クロスってしたときには、こうニュークリアスっていうのができます。これはグローバルな、風とか、こういう床の、コリジョンとかっていういろんな設定の全体の設定ができます。で、この N クロス本体のこの N クロスシェイプは、単体の布の設定ができるっていう流れになってます。一応このフォースフィールドとかこのいろいろ使えるんですけど、これは使えないか。ダイナミックプロパティが。まあ、こっちもいいか。まあ、基本は設定はこのニュークリアス側で全部一括にしてから、調整は、この N クロス単位でやるのがいいと思います。例えば N クロスで、まあ、ウィンドディレクションとか風の方向ですね。今 X だから、こっちからから来てる。だけど、まあちょっとウィンドスピード上げてみてどうなるか見てみましょうか。あ、こっち行っちゃう。まあ1だからですね。じゃあ、Z にやるとどうなるんだ。上に行くのかなとか。上に行きますね。とかができると。まあ今回この、落とすものに対してはあんまり効果ないんですけど、何かに拘束したときにこれは、風とか使うと良いと思います。はい。じゃあまず基本のこれが落とすでした。じゃあ次は、そうですね、何かに拘束するっていうのをやってみようと思います。はい。で、何かに拘束するっていうのは、ちょっともう先にやっちゃいますね。プレーン作って、また、どうしようかな、今回。さっき計算重かった20とかにしますね。
で、ちょっとお聞きします。また10にして、で、今回はどうしようかな。まず複製して、ここ消します。よいしょ。で、今度はこっち消しますと。よいしょ。で、これで OK。で、またフリーズとかしたり、ストーリー消したり、ちょっとマーキングメニューで自分の方やっちゃってますけど。はい。で、これで OK。で、今回は、拘束します。で、今回はこっちがまた N クロス使う方にします。まあ、一旦クリエイト N クロスで実行します。落ちますね。で、次。これに、くっつけます。よくありますよね。風で工事現場とか、例えば布を、まあ、この辺になんか紐くっつけて、こうくっつけて。で、なんか、工事現場とかなんかよくありますね。そういうのをちょっとやってみようと思います。で、まずくっつけたい頂点同士をどんどん選んでいきます。これとこれ。これとこれ。これとこれ。これ、これ。これ、これ。これ、これ。いつでだ？これ、これ。これとこれって感じ。で、こことここつないで、こことここつないでってイメージですね。で、また FX メニューから N クロスの今度 N コンストレインっていうのを使います。まあ、コンストレイン、拘束なんで、コンポーネントとコンポーネント、頂点と頂点をつなぐっていうのはこれです。で、実行。するとこんな感じでつながった何かができます。で、実行。ともくっつきましたね。まあ、こんな感じでできるっていうところです。で、これに対して使うのは、このニュークリアスの、さっきの風ですね。風をどっちから吹かすかっていうときに、すごい効果的になります。で、まず、ウィンドディレクションの、Y ですね。Y。ちょっと、1。で、ちょっと、レンジを増やして、ウィンドスピードないからですね。ちょっと増やしましょう。どんどん増やしてみると。で、こんな感じで、風が、浮いて、Y 方向に対してこんな感じで膨らむっていうのができます。で、このリジットな部分、これ。これも調整はできます。このリジットでコンストレイン部分か。いろいろあるんですけど、スプリングとか。コネクトデンシティ、まあちょっとよくわかんないのばっかなんですけど、ここをまあ適当に何かやってれば綺麗にというか、まあ強さとか、まあ、適当にっていうのはなんかあれなんですけど、こう再生しながらでもコントロールできるんで、あんま何も、まあ、グルーとかやるとこう取れるんですけど、この粘り気というか、ね、強くしないと取れちゃうんで。でこの辺結構ね、パラメーターって難しいんですよ、このシミュレーションの。なので、こう触りながら、これがいいかな、これの方がいいかなとかっていうやり方でやっていくのがいいと思います。シミュレーションは昔結構やってたけど、やっぱパラメーターでかなり混乱というか、難しいというか、感じてるので、本当、本気でやるのは嫌いですね、自分はもう。ダンプ。リジット側は。はい、なので、この辺ちょっとね、いろいろ触って試してみてもらえればと思います。この辺もね、ちゃんと調べないと分かんないですよね。スプリング、ラバーバンド。スプリング、
ストレングス弱くすると、あ、取れちゃうんですね。うん。ちょっと強くして、これ微妙な量なんでしょうね、多分。ああ、取れそう。難しい。まあ、完全に高速なら200なんですけど。うん、とか、まあ、いろいろちょっとやってみてくださいとこですね。まあ、この辺、レストレングスで、あ、端っこまでくっつくんですね。うんうん。これは結構使えそうですね。モーションドラッグは動いてない。まあ、これが拘束するっていうものでした。はい。じゃあ次に、畳むっていうのをやってみようと思います。はい。じゃあ畳むをやってみますね。畳むっていうのはカーテンとか、そういうので、使えるテクニックだと思います。先ほど通り、あんまり割りが多いと重たいので、ちょっと10ぐらいに、まあ20ぐらいで分割やりますね。で、また上の方にやって、で、ちょっとマテリアルアサインしますね。あれ？こっちか。で、フリーズしてヒストリー削除してリセットピボット。で、次。畳む。なんて言うんですか、レール。カーテンレールでいいのか。的なものを一旦用意します。的なものでいいです。で、一応ランバートで。なんでもいいんですけど、このクロスを使ってるものはこのタータンっていうルールにしてます、今のところ。で、一応ピボットはこれはここにしておきます。右から左に畳むっていうので、これをコントロールして畳むようにするんで、ここにしました。はい。じゃあやっていきましょうかね。で、まずこれを N クロスで、クリエイト N クロスで、クロスにします。落ちますね。次、この2つを連結させます。ただ、この連結、これ、量が1対1だとちょっと拘束しすぎなので、ちょっと1個またいで拘束します。こんな感じで。ドレープどう作りたいかってだけなんですけど、もっとまたいでもいいし、ドレープをどう作りたいかってだけで、ここは変えるといいと思います。で、N コンストレインからコンポーネントというコンポーネント。これで OK。これで OK なんだけど、ここを動かさなきゃダメなんですね。動かすには、また便利な機能があって、フィールズソルバーの中に、このインタラクティブプレイバックっていうのがあります。これは、すごい、ものすごい便利で、再生しながらマニピュレーターを動かせます、これ。スケールとか。なので、再生しながらこれ、スケールすればもう OK っていうところです。ちょっと押してみますね。まあ、普通の再生だと消えちゃうんです、マニピュレーターが。今消えちゃいましたね、これ。ただ、インタラクティブプレイバックだと消えない。で、かつコントロールできるから、こんな感じでぐぐぐぐぐっと畳む。まあ、へこまないでねーってぐらいに畳めばいいってぐらいですね。うん、ちょっと割りが足りないから、こう、なんかって感じですけど、まあ、こんな感じでできるってところですね。もっと割りあれば綺麗かなと思います。ただ、パラメータもまた、これだとシルクとかの方がいいんですかね、カーテンって。シルク。で、またインタラクティブプレイバック。シルクでもよくわかんないけど、やっぱ割りが足りないですね、ちょっと。畳まないし、あんまり。まあ、なので、ただこんな感じでできるってとこですね。まあ、こう動かせるし、っていうところ。
あとはさっきのオリジョンですね。床、ユーズプレーンで、ノーマルが、Z アップだからこっちから。で、こうしたときに、ちょっと床に垂らしたいなってときとかも便利かもしれないです。インタラクティブプレイバックして、下に落とすとぶつかるから、ぶつけてからのスケール。するとかね。こう。ちょっともっと硬いかな、これ。硬い気がするけど、まあ、割が粗いからだと思いますね、これ。単純に。まあ、こんな感じで、モデリングしつつシミュレーションみたいなのができるので、これもいいとこかなと思います。あと、壁側に、なんだろうな。壁側に、壁側というか壁が欲しいからとか、ちょっとぶつかる用の壁、布があればもうちょっと左にたまるのかなとか、こんな感じで試行錯誤しながらモデリングができるっていうのも、まあ、このインタラクティブプレイバック使いながらの、まあ、良いところかなと思います。ちょっと一回。これはセンターピボットでいいかな。で、今度は N コンストレインじゃなくて N クロスのパシブコライダーで。で、またインタラクティブプレイバックします。今度はぶつかるから、まあ、ちょっとここにぶつけようかな。こうしてから、R で、あ、ちょっと絡まっちゃった。あ、これ行き過ぎてますね、むしろ。もう一回。ちょっとムーブオプションで、なんかスナップ入っちゃったんで。で、インタラクティブプレイバックまた。で、R で。で、今回は壁があるから壁に、でもペロンってなりますね。まあ、こういうのもね、よくあることなんですよね。まあ、なので一応こんな感じで。で、さらにちょっとやっぱ垂らしたいなとか。っていうので、できるかなと思います。はい、これが、シミュレーションで、垂らすとかになります。ちょっとね、はたけばなんか、はたいたりすれば治ったりする時もあるんですけど、ここがなんか超えちゃってるかな、部分的に。よいしょ。まあ、こんな感じでモデリングしながらシミュレーションができるのがこのインタラクティブプレイバックの良いところになります。なんかもうすごいぐちゃぐちゃになっちゃってますね。ちょっとスタートが悪かった。インタラクティブプレイバック。よいしょ。やってからかな。ああ、くっついちゃった。これ、ね、くっついちゃったとかあるんですね。まあ、マーベラスデザイナーとかだと、こう引っ張って、ここ引っ張って直せたりするのが、まあ、マーベラスデザイナーとかだとすぐできちゃうんですよね。ただ、マヤ内でも十分こういうの、どんどんイテレーションやっぱ早いので、こう、すぐやり直しが効くので、まあ、マヤ内でも十分な結果は、出せると思います。まあ、いちいちカーテンとかそのぐらいのレベルだったらマーベラスとか使わずに、まあ、マヤでやる方が早いかなとも思ってます。なんかこの辺つながり方が変、怪しいですね。ちょっとこう高速のされ方が怪しい部分がありますね。ちょっと、あ、これは合ってるな。これでいける気がする。インタラクティブ。こっちだけの、なんか、この辺もさっきの調整で、あ、これでいい感じですね。
下ろしたりして、デュプリケート。で、マイナス1とか。まあ、これシンメトリーだとやっぱ変なんで、マイナス1は良くないですね。両方ともシミュレーションだったらすぐ作れるので。こっちもまた作るって感じですね。で、インタラクティブプレイバック。下ろして。まあ、こんな感じでとかでもいいかなと思います。まあ、風とかね、吹かしてもいいかもしれないですね。さらにこれで、よいしょ、風も吹かしてみましょうかね。これで、そうだな、窓からを想定すると、Y 方向ですね。N ニュークリアスの、ウィンドディレクション、これは0にして、1、Y 方向で、ウィンドスピード上げる。で、インタラクティブプレイバック。今度こっちは強い、強すぎましたね、ちょっと。強いな。なんかこれパラメーター本当ありきっていうところなんで。ニュークリアスの、強いから1。まあいいかな。ウィンドノイズでバタバタバタってなったりするんで、こんな感じね。で、点5ぐらいかな。シミュレーションは本当になん、まあ、パラメーター勝負ですね。で、よいしょ。っちゃいました。まあ、こんな感じで、カーテンが作れるっていうところになります。パラメータとか風で試行錯誤していい形状を作ってもらえればなと思います。はい、じゃあ次は、さらにカーブでこれを下ろすとか落とすとかやってみようと思います。カーブとかを落とすメリットは、特に電線とか、そういうのでかなり使えると思いますので、早速そのカーブを使ってのをやってみましょう。はい、で、まずカーブを使ってっていうのは、まあ、どういうことかっていうのをやってみますね。一旦そうだな。クリエイトで、カーブツール、EP カーブツール。まあ、EP じゃなくてもいいんですけども、EP カーブっていうのは、始点と終点を指定するとカーブができます。で、基本は等間隔で1、2、3、4つ。CV ができるカーブになってます。で、これを上に上げて、これを落としますが、この CV が足りないので増やします。モデリングメニューからカーブの、リビルドで、これ何個でもいいけど、まあ10だとどんくらいなんだろう。アプライ、少ない、20、アプライ、どうしようかな。まあ、一回20でやってみましょうか。で、これで、また FX メニュー行って、今度は N ヘアーっていうのを使います。N ヘアーで、メイクセレクテッドカーブスダイナミック。で、こんな感じのオプションで実行します。ってなる、やると青くなって、こんな感じで。ビヨンビヨンって、もうデフォルトでこんな感じになります。背景邪魔ですね。一回消して、
ピヨンと。で、フォリクルっていう、こう毛根のやつですね、毛根。で、これで、ボスエンド、まあ、どっちも、まあ、ノアタッチとかにすると、落ちて、ベースどっち側かわかんないけど、どっちか根元側が拘束されて、チップだと逆ですね。で、ボスエンド、エンズだと両方。で、これでまあ電線っぽいのがもうできるっていう感じですよね。で、このメイクセレクテッド、メイクカーブスダイナミックみたいなやると、ヘアシステムができます。これはヘアの、さっきの N クロスシェイプと同じように、ヘアシステムでコントロールします、いろんなものを。で、硬さとか、いろいろ設定ができます。これもパラメーター勝負なんで、まあ何とも言えないんですよね。スティフネスとかで柔らかさとか。どうなったかわかんないな。まあいろいろこう適当にやると変わるんで、こんな感じ。わーっと。これも抵抗がないから全部落ちちゃうとか。なんでこの辺もいろいろやりながら、この跳ね返りとか、この辺で決まってくるので、まあいろいろやってみてくださいっていう流れになりますね。で、一旦これが、カーブでこんな感じで垂らしたりができるってとこですね。ちょっと毛根側が硬い気がするんですけど、その辺も設定でいろいろできるので、ちょっとやってみてくださいってとこですね。フォリクル側でやった方がやりやすいのかな。硬さ。なんかここが嫌ですね。スティフネス。なんか嫌だから、まあノーアタッチにして使った方がもしかしたらいいかもしれないですね。で、これで落ちるようになりました。で、カーブのメリットはやっぱナーブスが使えることなんで、サークルとかでエクストルードして落とすとかができるようになるんで、さっきのボスエンド、ヘアシステムじゃなくてフォリクルの、アタッチして、ディグリー変えればいいのかな。例えばこんな感じで。で、このロフトしてるから、R で、これはすればもう電線っぽいのがもう一発でできるっていう感じですよね。っていうのがサクッと作れます。ただ今回落とすなので、例えば床に落ちてる配線とか電源コードとか、そういうやつをちょっとやってみようと思いますね。で、一回ちょっとエクストルード消して、これのフォリクルをボスエンドをやめてノーアタッチにします。そうすると落ちるようになります。で、次はプレーン。これを床とみなして、次は、キューブ、ちょっと邪魔するためにキューブを置きます。いや、キューブ以外もあった方が面白いですね。スフィアも見てみましょうか。スフィアは滑っちゃうかもしれないですね、もしかしたら。いいかな。で、これらを一回フリーズして、ヒストリー削除して、で、これをパッシブコライダーとして登録します。で、また 実行すると、もうぶつかるけど落ちちゃうとか。でも、ここからもまたパラメーターの設定をどんどんしていきます。で、おそらくこのフリクションを上げれば割とよく
ちょっと良くなりましたね、ちょっと。で、今度コリジョン側も、フリクションを上げましょうか。上げて、一個一個これ N リジットっていうのができるんで、全部フリクション上げます。やると、止まるようになったって感じですね。で、あとはまあ、さっきの柔らかさとかの設定でどう垂らすかとか、これはちょっと跳ねてる気がするから、跳ねもどっかにあったんですよね。こういうのも設定をひたすら調整しまくるっていう。まあ、バウンス入ってないから、まあ、ベンドとか、抵抗とかなのかな。わかんない。まあでも跳ねるけど、まあいっか、モデリングですしね。で、こうどんどん垂れてったりするんで、もうこの辺かなーっていうのに止めて、エクストルードちょっと見てみて、まあ悪くないよねっていうところ。で、一回複製したりして、取っといて、もう一回見てみよう。まあ、今回また違うやつできたから取っとく。で、また。で、ちょっと今度落ち着く前の取っといたりとか、まあ、これはちょっと跳ねすぎだから、この辺で、また取っとくとかって感じですね。最後はこれで完成っていうところです。こんな感じの配線みたいなものも、サクッとできるんで、おすすめというか、かなり使えると思います。これが、カーブバージョンの落とすっていうところですね。結構こういうのやっぱ手作業でやると大変なので、こうやってバリエーション、さっきシミュレーション何回かやっただけで、こうバリエーションがサクッとこう5本ほど出せたので、シミュレーションベースでのモデリングっていうのはこう何度もやることで、いろんな形状がすぐにできるので、かなりおすすめな、モデリングの手法だと私は思ってます。今回の動画は、シミュレーションを使った、モデリングテクニックの紹介でした。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。